はい、どうも阪神ファン YouTuber 奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する話題は幅広くですね、こうお話をして YouTube と音声アプリの方に投稿しています。今シーズンオフですので、阪神のですね話題以外にも、プロ野球に関するですね話題で、まあ阪神ファン目線でですね見て、どういうふうに思うかみたいなことを幅広くですね、お話をしていきたいなというふうに思っております。もしよろしければチャンネル登録をですねしていただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということでですね、まあシーズンオフになったということで、なかなかね喋ることがなくなってくるかなと思ったんですけど、なかなかそういうこともなくてですね、結構連日ねいろんなニュースが入ってきましてですね、まあネタには困らない、そんな状況になってますよね。で、まあちょっと本題に入る前にですね、まあちょっと今日ちょっと余談が多いんですけど、昨日ですねコミュニティを作りましてですね、まあコミュニティ機能って言って、そのいろいろこう投稿できるようなですね、まあ登録者数が1000人を超えたら使えるようになる機能っていうのがありまして、それでまあせっかくなんでアンケートをですね、取ってみたいなということで、まあ3つほどですねアンケートを取らせていただきまして、まあ多くの方にですね、まあ投票していただきまして本当にありがとうございます。で、まあその結果をですねちょっとまあ軽く触れたいなというふうに思うんですけれども、まあ細かい結果はですねコミュニティの方見ていただけたら、まあこうしら他にもですね、随時、いろんな人がですねことを投票してくださっているので、まあね、こうしてる間にもちょっと変わってるかもしれませんけれども、まず一つ目のですね、質問はパリーグがですねセリーグより強い、もう最近ずっとそうですよね、どう考えても客観的に見てパリーグの方が強いんですけれども、これの原因とか理由は何だと思いますかっていうですね、まあ質問で、選択肢がですね指名打者制度というのが一つと、それからもう一つは球団運営とか教育システムの問題だろうということと、それと、まあ、もう一つはそれ以外の理由があるっていう、この3つをですね選択肢としてアンケートをですね作らせてもらったんですけれども、まあね、いろんな解説者の人の話とか聞いてると、やっぱり DH が大きいのかなと思ったんですけれども、いろんな人もですねこのアンケートにお寄せいただいた意見を見ると、あんまり指名打者制度は関係ないんじゃないかっていう感じですよね。指名打者制度のが原因でパリーグの方が強いっていうですね、思ってらっしゃる方はまああんまりいらっしゃらなくてですね、まあ 20% ぐらいということで、ほとんどの方はですねやはりその球団の経営とか運営とかですね、育成システム教育システムに問題があるんじゃないかっていうふうに思われているようでした。まあそれ以外の理由っていうところもですね 10% ぐらいの方がいらっしゃいましたので、まあもちろんね理由一つじゃないと思うんですよね。まあいろんな理由が積み重なって現状パリーグの方がですね、強くなってるっていうことだろうと思うんですけれども、まあ DH っていうのはそこまで大きな問題じゃないというふうに思われている方が多いようでしたね。でですね、もう一つの質問として、セリーグにも DH を導入するべきかどうかっていうですね質問を取らせてもらったんですけど、これ面白くてですね、あんまりその、パリーグが強いことには DH は関係ないという感じのアンケート結果だったんですけども、セリーグに導入するべきかどうかっていう質問になったらですね、半数以上の方が導入するべきやっていう風なですね意見を持たれてるっていうことが分かりましてですね、まあ条件付きで導入するべきやっていうその選択肢も作ったんですけど、その導入に賛成っていうですね方と、それから条件付きで賛成っていう方は合わせとですね、まあ、6割ぐらいの方がセリーグにも導入するべきやというふうにですね思われているということですので、まあね、パリーグの方が強いということには直接関係ないけれども、セリーグに指名打者制度を導入するのは賛成と思われている方が、まあ、半数を越しているんだなというですね、まあ、これも新しい発見というかですね、まあ、面白いなと思いながら、見てましたけども、まあ、その一方でね、4割ぐらいの方は反対ということですから、やっぱりね、セリーグはその DH がなしっていう、そういった文化をね、ずっとこう、今までやってきたわけですから、まあ、それはそれで、ね、DH のないですね、ピッチャーがバッターボックスに入るっていう良さもあるっていうですね、そういったところを大事にしたいなっていうふうに思われている方が、まあ、4割いらっしゃるということですから、まあ、この辺はですね、半数越してますけど、まあ、拮抗してるというふうに言っていいんじゃないですかね。まだね、その全体的に、いや、セリーグにも DH を導入するべきやっていう大きな流れができているという感じではなさそうですよね。やっぱりセリーグは DH なしの方がいいよっていう人も一定数いるということなんかなというふうに思います。はい、まあね、もちろんね、DH はずっとあったんですがね。まあそれでもね、90年代なんかはね、ずっとね、ヤクルトと巨人とね、が日本一になってっていうことで、セリーグの方が強い時期もあったわけですから、まあこの辺はね、まあいろいろな要因がこうね、重なり合ってっていうことだろうと思いますけども、まあセリーグには DH を導入するべきかどうかっていうのはね、結構意見拮抗してるんだなっていう感じですよね。はい。でですね、それがまあ、おとといですよね。で、昨日挙げた質問がですね、
DeNA を自由契約じゃない、FA ですね。フリーエージェント宣言をですね、することに、が濃厚になったですね、梶谷選手と伊能投手をですね、阪神が欲しいかどうかっていうですね、そういったアンケートを取らせてもらったんですけども、まあこれ圧倒的にどっちもいらんっていう人がですね、多かったですね。まあ伊能投手が欲しいっていう選択肢と、梶谷選手が欲しいっていう選択肢と、どっちも欲しいっていう選択肢と、どっちもいらないっていう選択肢をですね、4つこう作ったんですけれども、どっちもいらないっていう人が圧倒的に多かったなっていう感じですね。ね、まあこれはまあ僕、まあ同意見ですね。あんまりまあ、ね、伊能投手にしろ梶谷選手にしろあんまり取ってもね、双方にとって、プラスにはならないのかなっていう、そんな感じですから、まあこれはね、予想通りかなっていう、そんな感じでしたよね。なかなかね、こうしてアンケートを取ってみると、面白いなって思いますので、今後もですね、折に触れてこういったのね、続けていきたいと思いますので、ぜひでね、ですね、あのアンケートにもご協力いただけたらなというふうに思っております。はい。で、ですね、もう一つですね、ちょっと今日の、まあ、本題とは少し外れるんですけれども、ちょっとですね、気になったニュースというかですね、プロ野球の選手会、まあ、労働組合ですね、プロ野球選手会がですね、中日の球団に対してですね、まあ、抗議文を送ったっていうですね、そういったニュースが、今日ですね、ありまして、その中日がですね、その契約更改でも保留が続出しているということで、まあもちろんね、保留が続出すること自体はね、まあいいんですけど、その説明が不十分で、球団とですね、選手の信頼関係が保てていないっていうですね、そんな状況になっているということで、まあ労働組合の方がですね、抗議文を出したということですよね。これはあんまりね、いいニュースではないなというふうに思うんですが、まあ、確かにですね、中日の加藤代表やったかな、のその記者会見とかのコメントを見ると、やっぱりちょっとね、まあちょっとどうなんかなっていうようなですね、まあ、気になるような発言がやっぱ多いですよね。もう一切金額が譲らへんとかですね。で、選手の方は金額じゃないって言ってるのに、球団代表はですね、金額で揉めてますって言ったりですね、まあ、違うコメントを発表したりですね、ちょっとちぐはぐなんかなっていう感じで、まあ契約のですね、その内容がどうこうというよりも、その代表の発信の仕方の問題だと思うんですけどね。やっぱりでもこのことによってですね、まあ、双方に不信感ですよね。そのまあ、その中日ファンとかですね、プロ野球ファンとか、それから選手とかですね、まあ、それから球団スタッフとか、この辺に不信感みたいなのが生まれてしまうっていうのは、これはもう誰も得しないわけですから、まあ、この辺はですね、まあまあ、そのね、なんていうんですかね、まあ、うまくですね、円満にやってほしいなっていうところですよね。まあもちろんコロナの影響でね、どこも減収してますから、そんなね、その、やっぱり契約更改はどこも厳しくなるとは思うんですけれども、ただまあ、そんだけですね、まあ、よりそれだけ説明がですね、必要になってくると思いますから、もうこの辺はね、もうファンとしてはやっぱ丁寧に進めていってほしいなというところですよね。僕らはもうね、契約更改で誰がね、年俸アップとかダウンとかですね、僕らも興味半分で、まあ興味本位で見るわけですよね。で、今年の成績だこのぐらい上がったやなとかね、今年の成績でこのぐらい下がったやなとかですね、そういったのをまあ興味で見るんですけど、まあご本人からしたら当然ですね、これ死活問題なわけですからね、そのまあ多少揉めるぐらいはね、まあ旗から見ててちょっと楽しめるぐらいなんですけど、本格的にこれ揉め出すとですね、やっぱりファンとしてはちょっと心配になりますから、この辺はですね、まあちょっと注意しながら進めていってほしいなというふうに思います。その、選手会がですね、抗議も出すってなかなかないことやと思いますからね、これやっぱりちょっとね、重大な事態かなというふうに思いますので、これも少しですね、まあ行く末を見守りたいなというふうに思っております。はい。ということでですね、まあ、今日の本題に入りたいんですけれども、まあ、やっぱりですね、その、選手の、こう、行方みたいなのが、ちょこちょことですね、やっぱり毎日出てくるんですよね。で、阪神で言うとですね、まあ、今日はまあ、題名にはスワレス投手というか書いてますけど、その前に能見投手ですね。能見投手がオリックス入りが濃厚になったっていうですね、そういった情報が入ってきましてですね、まあ、選手兼コーチみたいな感じでですね、まあ、能見投手にお声 がかかっているみたいな、オリックスが取りに行くみたいなですね、そんな、まだ確定じゃなくて、そういった情報方がありますよっていう、こういったまあ記事が出てましたよね。まあ、これもちろんね、能見投手の力がですね、必要とされてるっていうことですから、それも戦力としてだけではなくてコーチということでね、指導者的なところでも必要とされてるっていうことですから、これはもちろんね、能見投手にとってはいいことだろうと思いますし、僕ら阪神ファンにとってもですね、嬉しいことですよね。来年またですね、オリックスでこう投げてる姿をですね、見れるんかなって思うと、まあもちろん僕らはね、嬉しいことですよね。ただまあね、上本選手とか福留選手なんかの行く末はまだですね、こう決まってないということで、どっかからかね、声かかるのかどうかっていう、そのあたりがですね、とてもこう、まあ心配半分みたいな感じでね、まあ見守ってる感じですけれども、まあどうなっていくんかな、みたいな感じですね。で、そんな中でですね、スアレス投手が自由契約ということで、発表されましてですね、来年はもう、その、まあ来年はというかまだそのね、どうなるかわからないんですけれども、とりあえずは一旦自由にすると。
いうことですよね。で、まあ、ドリス選手の時みたいにですね、一旦契約を自由契約にして、あともう一回再契約っていうこともありますから、この辺ね、どうなっていくのか分かりませんけども、阪神がどれぐらい本腰入れて引き止めに行くんかっていうところですよね。ね、どのぐらい出せるんかっていうことですよね。まあ、メジャーがね、こうね、こう、興味持ってるということですから、もちろんね、その、金銭的な話になると、当然メジャーの方がですね、いっぱいこう出せるということになりますので、ね、やっぱりそこでマネーゲームでどのぐらい阪神がこう出すかっていうですね、そういったところが、まあ今後の注目ポイントになってくるのかなっていう感じですよね。もうこのままじゃあもういいですよ、リリースしますよってなるのか、それともね、再契約に向けて交渉するのかっていうところですけれども、まあ、ドリス選手みたいな例もありますけど、まあ実際にはまあなかなかね、厳しいのかなというふうに思いますよね。メジャー相手にマネーゲームしてもですね、やっぱりしょうがないと思いますから、この辺はもうおそらく、まあ8割型、ソアレス投手はまあ退団ということになるのかなというふうに思っておりまして、でまあ、僕の興味はですね、スアレス投手が残るかどうかというところから、もう次の段階にですね、行っておりまして、スアレス投手が抜けた後、来年のですね、ピッチングスタッフはどう整備していくべきなんかなっていう、こういったところですよね。ここについて、ちょっとですね、考えていきたいなというふうに思うんですけれども、スアレス投手が抜けるということはですね、当然中継ぎのですね、中継ぎはリリーフですね、リリーフピッチャーが一人抜けるわけですよね。で、来年のピッチングスタッフをですね、ちょっともう一回こう、今のですね、戦力を考えながら整理していくとですね、まず先発が大事ですから、先発6人はですね、欲しいなっていうところで、名前挙げていくとですね、まず、今年活躍した選手からもちろんですね、名前挙げていくことになるんですけど、西投手ですよね。それから秋山投手ですよね。それから青柳投手ですよね。で、ここに高橋春人投手、左ですよね。で、ここも、この辺までは今年、まあ、頑張ってくれた、選手なんですけれども、ここに新外国人選手のですね、アルカンタラ投手っていうのを、まあ、取ってくるかもしれないということですから、まあ、誰かね、一人は、この人はダメでも誰かは取ってくるでしょうから、新外国人選手が先発ピッチャーに一人入るだろうと。いうことを計算すると、これで5人ですよね、5人。で、あと1人は欲しいわけですよね。で、この今の陣容でいくと、左がですね、高橋春人投手1人ということですから、もう1人左が欲しいなということで、ガルシア投手はもうね、契約しないということになってますので、左がいないということで、じゃあ誰なんかなってなったら、まあ、岩貞投手になるのかなっていう感じですよね。岩貞投手ですね。で、これで6人なんですけど、まあ、藤浪投手がですね、先発にもしですね、戻れるんだったら、当然ですね、先発で2桁、ね、3年連続2桁っていう実績があるわけですから、当然戻ってほしいわけで、じゃあ藤浪投手もじゃあ先発でできるかなみたいな、これで7人ですよね。だからこの中で、まあ、1人こけても6人おるという、そんな感じですね。この辺がまあ先発要因になってくると思うんですが、まあ、もちろんね、この辺がきっちりと計算通りにやってくれるという前提で話はもちろん進めていくんですけど、もちろんね、いつもその、この時期に考えてる通りにならんことの方が多いわけで、ね、この今名前出した人たちが全員こけることだってあり得るわけですから、まあ、難しいところなんですけど、まあ今のところはですね、今名前挙げた7人がまあ先発の候補ですよね。で、それ以外の人で中継ぎをやっていかないといけないということなんですけど、今シーズンに関しては藤浪投手とかですね、岩沢投手が中継ぎでですね、途中フル回転して頑張ってくれましたけども、まあ基本的には来年はまあ先発ということで考えるでしょうから、これ抜けるわけですよね、中継ぎから。スアレス投手が抜けますよね。で、藤川球児投手とですね、能見投手が抜けますよね。ってなったらですね、中継ぎ結構人いたなっていう印象だったんですけど、これ一気にですね、人があれいないって なってくるわけですね。で、今年のですね、勝ちパターンで投げてた、投手で来年もですね、計算立ちそうだなっていうのは岩崎投手ですよね。それから馬場投手ですよね。この二人ぐらいなんですよ。頑張ってくれそうやなっていうのがですね、日本人選手ですね。この二人ぐらいで、ここにですね、例えば桑原健太郎投手が復活してきてくれたらね、ありがたいなっていうのもありますしですね、例えば小川投手がね、成長してくれたらありがたいなっていうのは当然ありますしですね、名前はいっぱい出てくるんでしょ、小野投手もいますよね、望月投手もいますよね、浜津投手もいますよね、これね、名前はいっぱいいるんですけど、ちょっとね、投げてみなわからん。で、シーズン開幕してみないとわからないっていう、この辺はね、名前挙げた人たちはそんな感じですから、ちょっとね、計算はできないかな。計算できるとなったらもう岩崎投手ぐらいですかね。あと、まあ、馬場投手も今年頑張りましたけどね、まだ1年ですから、来年どうなるかわかりませんけれども、まあ、期待を込めて馬場投手。まあ、この2人ぐらいしか名前が上がってこないんですよね。ってなったらですね、問題になるのは、エドワーズとガンケルをどうするかなんですよね。スアレス投手がね、もし残ってくれるんだったら、この二人ね、置いとく必要あまりないわけですから、もうね、まあ、さよならっていうことに、なるかなと思ってたんですけど、スアレス投手が抜けるということはですね、エドワーズ・ガンケルはですね、いてもらってもいいっていうですね、そういった感じにちょっと風向きが変わってくるのではなかろうかというふうにですね、思うんですよね。で、
ちょっとですね、これもニュースで見たんですけど、来年もですね、今年のその外国人枠の特別ルールは続けるというですね、どうやら方針だそうですね。特別枠っていうのは、一軍登録がですね、従来は外国人選手4名しか登録できなかったんですけど、これは野手と投手合わせてですね、合わせて4名なんですけど、今年はですね、5名まで登録できるっていう、まあ、拡充されたわけですね。枠が広がったわけです。ただし、ベンチ入りは4名までなんですけど、まあ、一軍登録は5名までできるということですから、ね、ベンチ外すときにですね、外国人投手をですね、上げてくるときに誰かを一旦抹消しないといけないとか、そういうことがなくなるわけですよね。まあ、ベンチ外してたら、まあ、一軍登録したままベンチを外すってことができるわけですから、一旦抹消したら10日間は再、登録できないわけですから、そういったところがですね、なくなるということなんで、外国人をですね、まあ通常のシーズンよりかは多くですね、こう機能させることができるというですね、来年もおそらくそういったルールでいくというですね報道がありましたので、ってなったらですね、中継ぎにですね外国人投手2人入れといてもですねいいのかなというふうに思うわけですよね。例えば先発で外国人投手がですね、投げるときは、その中継ぎ2人置いているうちの誰か1人を外せばいいって、もしくは野手2人いたらどっちか外せばいいっていうですね、そういったことで、まあ一軍登録したまま外せますから、ね、そのピッチャーが先発しないときはまたすぐ戻せるわけですから、っていうことはですね、中継ぎにですね、今年の感じでいくと、ガンケル、エドワーズは中継ぎではそこそこ計算できるんちゃうかというふうなですね、感じなんですね。なので、この2人とも残しておいてもいいんじゃないかっていう感じにですね、こう風向きが変わってきてるんじゃないかって思うんですよね。でも個人的にはですね、この2人は今年ね見てますから、大体どんな感じかって分かりますよね。で、今から新しいピッチャーを中継ぎでですね連れてきて、どうなるか蓋開けてみんな分からんっていう人連れてくるよりかは、この2人を来年も残した方が計算はしやすいんじゃないかっていうふうに思うんですね。このあたりですね、皆さんどう思われてますかね。これもね、ちょっと今日はアンケートね作りたいというふうに思います。エドワーズ投手とガンケル投手を残すかどうかですよね。僕はね、個人的には2人とも残したらいいんじゃないかなっていう感じですね。プラス誰かまたこう取ってきて競わすみたいなですね、感じですよね。それでいったらいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、あと左がちょっと不足してるんですよね。左が今年ね、ノーミ投手とガルシア投手が抜けたんで、中継ぎでその岩沢投手を先発に回すとなるとですね、中継ぎで左でですね、計算できるのは岩崎投手だけになっちゃうんですよね。やっぱり岩崎投手はもう勝ちパターンで完全に、例えば8回を丸々任せたみたいな感じですから、例えばワンポイントの左とかですね、ちょっと早めに出てくる左みたいなですね、そんな人はやっぱ欲しいなっていう感じで、ね、例えば島本投手あたりもね、ちょっと手術をしたということで育成に一旦こう降りてますから、ちょっとですね、で若手が誰か育ってくるのかなっていうのはまだちょっとこう読めない状態ですから、この辺がですね、まあ左できればその中継ぎでね、外国人投手で計算ができそうな左のピッチャーなんか取ってこれればねいいのかなというふうに思いますけれども、まあその辺はね、どういうまあいい選手が見つかるかどうかっていうことですけどね。まあ例えばね、広島を自由警部だったジョンソン投手あたりね、連れてきても面白いんじゃないかなというふうにも思いますけどね。例えばジョンソン投手をですね、先発で、こうね、取ってきて使えばですね、まあ変な話、岩貞投手を中継ぎにもう一回戻せるわけですよね。まあ本人嫌かもしれませんけど、そういった使い方もできるわけですから、僕意外とですね、その、ジョンソン投手をですね、こう取ってくるっていうのも一ついいんじゃないかな。去年のね、スアレス投手みたいにですね、とりあえず取っといて、みたいな。他の球団をね、こう自由契約になってですね、まあ行くとこないっていう感じですから、去年ね、とりあえずスアレス投手保険で取っといて、で、まあ結果的に良かったわけですよね。だから今年なんかは、まあちょっとね、年俸がどんな感じかにもよるんですけど、折り合いがつけばジョンソン投手取ってきといてですね、いいんじゃないかなって思いますよね。絶対まだできますよね、ジョンソン投手ね。もうそのいい時のジョンソン投手見てると、なんで広島が自由契約にしたのかよくわからんぐらいのですね、いい選手ですから。まあスアレス投手はね、今年のソフトバンク見たら、ああ、これはね、別にスアレス投手いなくても大丈夫やなっていう感じですけど、広島がね、ジョンソン投手をこう自由契約にするっていうのは、ちょっとね、下せない部分もあるんですけど、まあ、金銭的な問題かもしれませんが、この辺取ってきてもいいんじゃないかなっていうのが一点と、それからですね、もう一人ですね、増田投手ですよね。 FA を行使するですね、増田投手がもし FA 権行使したのかな、ちょっとまだその辺の情報があれですけど、 FA 権を行使するのが濃厚やというのは、ね、間違いないので、増田選手おそらくこれ
当然争奪戦になると思うんですけれども、ここ取りに行ってもいいんじゃないかなっていうふうにですね、スアレス投手がいなくなったことによってですね、スアレス投手が来年もいるっていうのが確定したらですね、こう無理にこれ取りに行く必要はないかなって思ってたんですけど、スアレス投手がいなくなるんであれば、ここ争奪戦にですね、参加をしてもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。なのでですね、この辺がポイントですよね。そのスアレス投手が抜けたことによって、じゃあどこをどう補強するのかっていうところですよね。ポイントとしては、ガンケル、エドワーズを残すかどうかっていうことですね。それから、マスダ投手のですね、FA 争奪戦に参加するかどうかですよね。この辺がこれからですね、阪神タイガースがこうどう動いていくかっていうところの一つのポイントになると思うんですよね。なのでですね、まあ僕個人的にはですね、まあ先、挙げたところですね、そのガンケル・エドワーズは残した方がいいんちゃうかと僕個人的には思ってます。それから増田投手も取りに行っていいんちゃうかなと思うんですよね。こうなったらですよ、こうなってきたら、当初ですね、こう取りに行こうと思っていた大野投手とかですね、あとはまあ FA 権行使することが濃厚だった山田哲人選手とかですね、この辺がもう相次いで残留を表明してますよね。もうどんどん残留を表明してますから、そのFA の目玉みたいな選手がですね、FA 市場に出てこなかったんですよね。だから阪神からしたら、ね、大野投手の争奪戦に参加するつもりだったと思うんですね。で、それが、争奪戦が起きなかったんで、まあその余力は多少あると思うんです。なので、もし増田選手が FA 権をすればですね、ここ、まあ争奪戦になると思うんです。ここには阪神十分ですね、こう、争奪戦に、こう参入する余地はあるかなと。そんだけの力は阪神を持ってるかなって思いますし、増田投手、関西、兵庫県かな、出身ですよね。地元出身ですから、まあそういった、若干のね、有利さもあんのかなっていうふうに思いますから、ここはですね、増田投手もし FA 権、行使すれば、ここにぜひともですね、挑んでいったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。あと、ジョンソン投手ですよね。これも、まあ取りに行っていいんちゃうかなっていう、そんな感じに思っておりますね。はい。で、まああとはですね、2軍からですね、若手がどんだけ伸びてくるかですよね。僕個人的にはですね、フェニックスリーグなんか見てるとですね、西純也投手なんかすごいいいピッチングをですね、してたと思うんですよね。まあ、打たれたりもしてますけども、まあ、育成って難しいんですけどね、ずっと2軍で投げさすのが育成じゃないですからね、ある程度のところになったらもう1軍で経験積ますみたいなですね、そういった、ところを、まあ、多少ね、我慢してですよ。我慢して、まあ、全然ね、実力が伴ってないのに1軍で無理やり投げさせてボコボコに打たれるっていうのは、これは、ね、育成とは言えないと思うんですけど、ある程度2軍では結果残せますよっていう感じになってきたら、もうこれを見計らって1軍でですね、経験積ますっていうふうにやっていかないと、なかなかね、次のステージに上がっていけないのかなっていうふうに思いますので、この辺がですね、おそらく西投手あたりは来年1軍に上げたら何か化けるようなですね、そんな雰囲気をですね、こう感じるんですよね。今年のそう、戸郷投手みたいな感じですね。その、巨人のですね、高卒2年目でですね、一気にブレイクをした戸郷投手みたいな感じになるんじゃないかなっていう、そんな片鱗はですね、西投手からは僕ね、フェニックスリーグ見てても感じますので、このあたりですね、もう一気にもうね、思い切って一軍で使ってみるっていうのも一つ手かもしれませんよね。もうね、先発ローテーションでね、まあ、谷間ぐらいでこう、まあ、先に名前挙げた人たちが全員盤石やったらなかなか割って入るようしないと思うんですけど、これね、僕毎年思うんですけど、名前挙げるだけはね、いっぱい上がるんですけど、全員盤石でシーズンに入れるっていうことはほぼないですから、これ要するに今名前挙げたうちの何人がちゃんとシーズンインできるかっていう、そういった感じになってくると思うんですね。これいつもで結局 4,5 人ぐらいなんですよね、計算通り入れるっていうのはね。でその 4,5 人入った中でも1人か2人はですね、全然勝てないみたいなことになってですね、結局そのまともにローテーション1年ね、こう守れるのは 2,3 人いりゃええ方かなみたいな、そんな感じでどこの球団もそうですけど毎年そうなるんで、なかなかね、今思ってる通りにはいかないと思いますから、こういったところで空きが絶対出てくると思うんで、このあたりにですね、もう一気に西投手あたりをですね、掘り込んでみるっていうのも僕一つ、いいんじゃないかなっていうふうにも思います。まあ井上選手もそうですね、野手ですけどね、井上選手なんかも思い切ってですね、それこそヤクルトの村上選手みたいにですね、高卒2年目で一気にブレイクみたいな、そんな期待を感じさせるですねフェニックスリーグもその試合のたびに成長していってるような感じですもんね。なので来年のですね、開幕の時にはこの井上選手とか西投手あたりはですね、もう全然ね、違う感じに成長しているかもしれないし、それをね、僕ら期待するわけですから、この辺もですね、期待していきたいなというふうにも思っております。で、まあもちろんね、それもこれも
きっちりとですね、レギュラーがこう、きっちりと自分の仕事を果たしてチームがかっちりとですね、機能している上での話ですから、ここがぐちゃぐちゃやったら若手いくら使ったってね、なかなか買っていけなかったらどうしようもないわけですから、さっき名前を出したようなですね、来年期待してるレギュラーの選手がきっちりとやって欲しいなっていうところ、プラスですね、中継ぎをどう整備していくのかっていうですね、スアレス投手が抜ける、スアレス投手が抜けることによって一気にですね、こう、動きが出てくると思うんですよね。そういったところをですね、今後どうなっていくのかっていうのを見ていきたいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今日はまたコミュニティ機能を使ってですね、アンケートを作りたいと思います。エドワーズ・ガンケルを残すべきかどうかっていうのとですね、あともう一つ、増田投手取りに行くべきかっていうのはですね、アンケートを取りたいなというふうに思いますので、ぜひともですね、まあちょっとこの動画を投稿した少し後にですね、コミュニティ機能の方で、アンケートを作りたいと思いますので、もしよろしければそちらの方もですね、お答えいただけたらなというふうに思っております。はい。ということで、今日はですね、このあたりにしたいというふうに思います。明日ね、どんな動きがあるかわかりませんけれども、結構ね、ネタ切れるかなと思いながらなかなか切れないですね。毎日毎日何かしらのネタがこう、巻き起こるみたいな感じですから、明日も何かあればですね、投稿したいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。